もうホテル出たらもう2秒でチグモ。ここのつけ麺が美味しいんですよ。です、行きましょう。深夜2時までやってるよ。いいね。うん、俺もつけ麺だよ。ここはね、つけ麺が、つけそばが美味しいんですよね。これの、これね。だから俺は、じゃあ麺、だわ、麺だわ。これはラー油か。俺も欲しい。ありがとう。これ黒胡椒、新鮮ネギです。黒のこれ。おいしい。いただきます。蒸し鶏ね、柔らかくてすごいプリプリで、ヴィンセンテールのお店も行ったこと何回かあるんですけど、こっちのお店も美味しいです。ワンファン、ワンファーゲン、うどんシャオ新鮮のホテルの、今日泊まってるホテルの真横です。めっちゃおすすめ。夜ね、お外までやってるのもめっちゃおすすめです。これサービスでGoogle 評価書いたらサービスしてくれるのすごいですね。いきます。おいしい。谢谢。好，谢谢。どうですか？おいしい。チケット。好。で、食べる。いいよ。おいしい。じゃあ俺もいただきます。じゃあまずは麺から。吸っていく。うまい。じゃあ次麺つけます。いただきます。ちょうどいい塩味。鶏のつみ、鶏のつみみたいな。めっちゃおいしい。これゆずこしょうみたいな、ゆずの香りがする。ブリヤンも美味しかった。するのが正解です。スープも冷めちゃうから早めに麺は。うまい。本当美味しい。ここここ台湾旅行に来た方も夜ちょっと小腹が空いたら
ホテルの近くにあれば、しくも、しくもさん、めっちゃおすすめ、いいと思う。海苔もつけたら、はい、うまい。なるほど、じゃあチンタン少し出汁の入ったスープを入れる、で、温める感じ。なるほどね、そば湯みたいな感じか。ちょっと近い。なるほどね。いただきます。うん、この味変いいね。うまい。いただきます。うまい。